じゃあ、柳沢慎吾が語り継ぎたい大物芸能人、アフロヘアでおなじみ、遅刻しても全く動じない石立哲夫さんにビビった。8時間経っても全然来なかったんですか？8時間。今あのプロデューサーを迎えていきます。大丈夫かな、来んのかなと思って、メイクさんが、すいませんここ座っててって、小学校の時のテーブルみたいな椅子みたいになって、そこはメイク部屋で、はいってこう座ってたら、石田さん遅いなって言ったら、ゴンと来る音がして、よしよし来た。パッと見たら石田さんがアフロヘア、どんどん頭が見えて、あれっす、あれっす、階段があんのよ、高ちゃんだよね、階段で、あれっす、日の出みたいになって、あれっす、アフロヘアがこう上がってくるわけ、あれっす、来た、高ちゃん、おい、おざます、みんな、おさぼ、おざます、お前どこ座ってんだよ、はい、どこ座ってんだよ、あのメイクさんがここに座ってるって間に、まやろ、ここをよく見てみろ、パッと見たら石立哲夫と彫ってるチョークでちっちゃく丸鉄って書いてある、そこはおろすぎた時でこうメイクして、あ、頭セットスプレーでこうで、本番、本番すごいよ、セリフ入ってなかった、これ本当に本当すごいよ、よいさあ、おい、お前は3年前ゆきこさんがもらった手紙、この手紙の内容には、もう一回行こうで気合い自分のちょっと落ち込んでくるじゃん、ダメだとじゃ、石田さん違う、どんどんテンション上がってくる。重く行こう。自分で切られて、よ、さあ、おい、これを見てみろ。これは北海道の雪。で結局テイク8か9まで出して、その後に一応終わったの。終わった後にインサートで手紙を出す位置って、手元だけね。カメラマン。で、すいません、手紙を出した位置お願いします。ここだよ、そこでお願いします、アマン、よーさあ、おい、この手紙を見ろ、てっちゃんそっちじゃない、てっちゃんそっち違う、悪い悪い冗談だよいや、すごかったね俺もね、一回だけ仕事したことがある、石田哲夫さん、そろばん作って映画で、こういうなんか丸いなんか中華を食べるっていうシーンだった。でなんかエビがうまく跳ねなくて、なんか終わりそうもない。急に。この組は草に飯も食わせないのか。助監が飯にします。まさに自由な一声、いやもう石田さんの一声でもう、ね、全部変わっちゃうんだみたいな。だってさ、石田さんの真似やってて、あの若めなんとかの小走りやってるじゃん、今。そう、若め好き好きピチピチ、お前はどこの若めじゃ、ワカメ好き好きっつって、お前どこのワカメじゃっつって深夜番組でやって受けて、次の日に渋沢行ったらエレベーター降りたらチーンチーンってなったら本人がいたの、えやばいと思った、おいお前昨日俺の真似したとか一回下降ろ、いや閉めたのあれやぶつかったら俺危なかったね。すごい声が聞こえしたよ。昨日お前俺の前にしょ。偶然でしょ。いやー。